明けましておめでとうございます。皆さんこんにちは、ゆうチャンネルです。新年一発目のゆうチャンネルです。今年もよろしくお願いします。そう、新年明けましたけど、そのなんかニュース、新年一発目のニュースと思ったんですけど、個人的なニュースとして、あの昨日ちょっと新年だってワクワクしてて、なんか指輪、可愛い指輪があって指輪を買ったんですよ。で今日あの指輪つけようと思ってつけてきた日、初めて初日なんですけど、こう会社からランチに出て戻ってきてパッて見た瞬間にもう指輪をなくしてました。はい、もうなくし物はやめたいと思います、記憶も。はい、それでは、今週末のイベント紹介いきます。まずは、金曜日に、素敵なゲストがいるので土曜日の方から紹介したいと思います。土曜日はこちらです。じゃらん、フラッシュ遊びシステム大新年会です。中田康隆さん唯一のウィーケンドレギュラーパーティーフラッシュです。2018年初回は、遊びシステム、大新年会を同時開催します。4回で開催をします。あの遊びシステムに所属する、アーティストさんやモデルさん、そしてゆかりがある仲間たちが大集合します。お楽しみに。はい、続きまして、12日金曜日です。金曜日はこちらです。2018年の始動となる電気グルーヴは石野卓球さんのレジデントパーティーしてるねです。今回ですが、今勢いに乗っている日本人アーティストを2人迎えて開催します。1人目は自身のレーベルウォールズの校長で、仙台を拠点に海外を中心に活躍するアーティスト高秋伊藤さんにです。もう1人が、独自の世界観が反映されたハイクオリティなトラックを武器に、日本のダンスミュージックシーンの注目を集める若き才能関戸場くんです。はい、そして本日の、そう、新年一発目のゆうチャンネルのゲストには、オープニング DJ を初めて務めることになる、佐久間くんに来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。はい、ということで今回してるね初めての出演プラス、あとオープニングでそのメインフロアが初めてですね。ですよね。はい、どうですか。そしてしてるねのパーティーの印象を教えてください。そうですね、まあ、皆さん笑顔でかなり踊ってらっしゃるっていう印象がすごい強いのと、まあ、はい、若い子から大人まで楽しめるパーティーかなと思ってます。はい、結構常連さんもね多い、そうみたいですね。はい、パーティーなんですけど、はい、まあ、あの新しい子たちもね、ぜひ佐久間くんきっかけで来てもらえればとよろしくお願いします。はい、思います。そしてこの一緒にプレイする高木伊藤さんがすごい好きだということで、はい、そうなんですよ、うん、はい、まあ、個人的にかなり好きなアーティストの一人でして、まあ、トラックももちろんなんですけど、はい、その DJ の4台使いで、プレイしているので、まあ、ぜひ音だけじゃなくて現場に見に来てほしいアーティストの一人ですね。確かに4台、はい、4台を駆使してプレイするとかってなかなか見れないですよね。はい、それは現場ならではの楽しみができると間違いないです。はい、はい、思います。2008年始まりましたけど、どうですか？そうですね、うん、順調です。順調ですか？まだ数日しか経ってないけど、順調ですか今のところ？順調です、今のところ。はい、私のなんか目標とか、なんかこんな年にしたいなとかある？そうですね、ちょっと無理せず頑張ろうかなと、うん、はい、思います。それは大事、はい、無理しちゃダメだし、はい、そう、でも楽しみながらね、そうですね、今年もいい年になるように。はい、じゃあ、まあ、新年一発目なので、楽しみながら、楽しみながら、はい、やっていきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは、今週末もルームでお待ちしております。